澤井選手に来ていただきました。ありがとうございます。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。ですね、今日の試合を振り返ってください。ちゃんとしてる。今日ですね、まあ、本当にこう、前節こう国立競技場で素晴らしい雰囲気を作ってもらった中で勝てずにこうみんなが悔しい思いをして、まあ、この一戦に挑んだので、まあ、それが前半の最初から、形になって勢いを持ってやれてましたし、まあ、本当にみんなで掴んだ勝ち点3かなと思います。ゴールのシーンを振り返って、やはり澤井選手はなぜかそこに澤井がいるというシーンが多いんですけど、相性は狙ってるんでしょうか。本当今年3点取ってるんですけど、3点でもコーナーキックからというところで、自分本当クリアゾーン来てヘディングできるんだっていうところ気づかせてもらってるんで、他のチームであんまりヘディング強いキャラとかヘッドプレー中に入るキャラじゃなかったんで、はい、そこはまあコータ君とかも本当にキッカーがいいキッカーいますし、そこで、はい、合わせるだけでしたね。それでは次節に向けての意気込みをお願いします。いや本当にいつも、応援していただいている方にこうなかなか歯がゆい試合が多いので、まあ、今日やっぱり阿部君とか、まあ、そういった選手がこう後ろから、まあ、竹も後ろの3人もそうですし、全員で守ってこう全員で攻めるというところを次の試合でも見せたいなと思いますし、まあ、次こそはこうインタビュアーの純也君がゴールして、多分勝つと思うので、また、ビアテン三重戦応援よろしくお願いします。現場から以上になります。